こんにちは。日本学術書道会の田村希覧です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、暗中静かに他座すです。これは暗中静かに他座すれば白雲包丁に起こるの詩によります。意味は、山中の寄りで一人静かに座禅をしていると山の頂に雲が湧き起こってくるのが見えるということです。俗世間を遠く離れ何者にも拘束されることなく心静かに座禅をする修行僧の静寂孤嘆の境地が描かれます。では今から暗中静かに他座すを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。